ちゃん大きくなったね。飯野咲子、こんにちは。古い友達なので、姉ちゃんの元からちょっと勉強いいの？いいんです。家にいるとお母さん本当うるさいんで、こっちにが集中できる。街ひとつ捨てて顔を見せてくれ。どこ行くの？家でする。どこへ？決めてない。それって駆け落ち？駆け落ちって自分を愛している。私はおばさんみたいに知らない国で知らない人たちと。だってさ、日本にだってさ、困ってる人とかかわいそうな人とかがたくさんいるわけじゃん。